久保さん、おはようございます。今回ですね、流されずにに聞くししましょう、はい。私たちは日々の生活の中でさまざまな迷いによく直面します。例えば仕事をしていく場合でも自分はこの仕事に向いているのだろうかといった基本的な迷いもあれば新しい仕事に対してどう対処していいかと具体的な悩みにも出会います。 また若い人であれば将来の進路や結婚問題の悩みが大になることもあるでしょう。そのように、大は一生を左右するほどの解決断から、小は日々の細々とした選択まで常にいかない、かにすべき時も迷いが生じるのは人生だと思います。そこで、そうした進路に対して、 にに立っって判断迷たということが問題になりますがそういうときには一つやはり他の人に意見を求めてみることだと思います友人や家族先生や上司先輩など自分をよく知ってくれてる人に尋ねてみるそうするとそこに具体的な方向が次第に明らかになってくる場合も多いと思います私もこれまで自分でわからないことがあるとできる限り他人の意見を求めるように努めてきました 家内とその弟三人で文字通り、えー、家内工業して仕事を始めてから今日まで例えば新しい仕事をすべきか非かといったことでも自分だけでは判断がつかない言葉しばしばありましたその時は第三者に事情を説明して君ならどう思うかを尋ねてみたわけですそうするとそれは松下くん無理やでとか君の今の力ならやれる大いにやるべきだとかあるいは今の時期が悪い とか、いろいろ言ってくれます。その時に自分がすぐ、えー、納得できたらその通りに実行します。しかし、どうも一つピンとこないということもあります。そんな場合には、また他の人の、えー、求めて意見を求めます。また違った立場からの意見を言ってくれます。そうして意見を参考にして自分なりによく考えて結論を出すようにしてきたのです。 これは私の一つの体験にすぎませんが、どんな場合でも意見を求めてみると、それは君よく尋ねてくれた、君を見て内心こうしたらいいかと思ってたんだ、というようなことを言ってくれる人が案外多いのではないでしょうか。ですから、躊躇せず思い切って尋ねてみることだと思います。ただ、その場合に忘れてはならないのはあくまで自分というものをしっかりとつかみ、その上で素直な心で引聞くということです。自分をつかんでいないと相手の言うことを が正しくく思えて聞たたびに右往左往するといったことになりかねませんこんな感じで,いいですかね。今何分だ ?2 分ですかね。読書の時間ですね、久保さん。はい。人生の心得。はい。これね、大事だと思いますね。うん。ただっていうね、ただ自分はどうなのかっていうところを思ってないとダメっていうことですね。 どうでしょうか久保さんがマージャン店でね、あの、借金まめラのおっさんだったんですけど、人の意見を聞かずに、自分一人で、たった一人で、ネットビジネスで稼げるようになったと思いますかもう一度言いますけど、久保さんはマージャン店のおっさんで、え何も右も左もわかりませんでした。うん。で、その時久保さんがね、あの、なんか若い奴らはね、何がネットだと。何がネットだよと。 ふざけんなと。ね。お前らの世代と俺らの世代は違うんだと。俺はマージャンで一生懸命やってんだよ。赤字なんだよ。みたいなね。何がネットだよ。みたいな。ね。ネットがこう出てきた時にね、人の意見を聞かずにね、何がネットだ。批判してたら、今の生活、マジでないですよ。久保さんは、あどうやったら、あ、すごいなと。こういう時代になったのかとあ。ああいう生活してみたいなと。意見を求めようと。 聞いてみようと。<laughs> そう。だけど、うーん、自分はこう思うことは自分、聞くし、自分はこう思うし、みたいな、なんだ。まあ、ここに書いてある通りですよね。うん。自分の中心はあるんだけども、聞くものは聞くと。取り入れるものは取り入れるというところですよね。僕もそんな感じですね。僕もいろんな人の話を聞きます。僕は相談する人は、相談されることはあるんだけども、 えー、相談する相手はいないです。まあ、C っていて言うならば、久保さんが、久保さんだとはどう言いますみたいなことをたまにこのね、やり取りしてるんで、問いかけますけど、基本的に自分の悩み、内なる悩みっていうのは誰にも相談できないんですよ、僕は。だから、あの、いろんな人の動画を見て、聞いて、成功してる人の考え方を取り入れて、あ、これいいなと思ったら取り入れるってことをやってますね。だけど、自分の軸は、持ってると。うん、あくまでも、 意見は聞くんだけど、自分で判断していくって感じですかね。意見は素直に取り入れる。だけど、自分の意思もあるよと。な、意思を失わないというかね。意思はあると。うん。でも、多くの人は結構ね、まず人の意見を聞かない人もいる、いれば、人に流される人もいるし、まあ、結構なかなか自分の軸というかね。なんかその、 ないんじゃないかなと。自分はこうしたいんだと。自分はこうなりたいんだみたいな。ないんじゃないかなと思います、ね。うん。まあ、単純にそうなりたいんだったら、そうなってる人に聞けばいいじゃないですか。で、そうなってる人に聞いて、あ、この人ちょっと、この人の話はちょっと微妙だなと思うんだったら聞かなきゃいいし、でもそうなりたいんだから、そうなってる人に聞いた方が早くないですか。ね、そうなりたいんだから。そうなってる人に聞けばいいじゃないですか。で、聞いてみて、 あなんか違うなと思ったら変えればいいし。でもそうなってる人に聞いた方が早いと思います。うん。言ってらっしゃい。